セントポールズベイは、マルタ北部地域の町で、首都バレッタの北西 16km にある。セントポールズベイは、北部地域で最大の町であり、マルタで最も人口の多く、北部地域委員会の所在地である。セントポールズベイという名前は、セイパウロの南パ線に由来しており、カイサリアからローマへの航海中、セントポールズベイ近くのセントポールズ島における首都、 原稿録にも記録されている。この出来事が島のキリスト教家の礎となった。2018年の人口は23,112万 3, 人で、あるが、この人口は6月から9月にかけて、マルタ人の居住者と観光客を合わせると、約6万に達する。紀元前4000年頃に遡る、考古学的遺跡が数多く残っている。その中には、 ブジバとシェムシ派の巨石神殿も含まれる。さらにカートの輪だちが発見された一方で、プニックの墓や、その他の青銅器時代の遺跡も発見されている。ローマ時代、セントポールズベイは重要な港として機能していた。その証に、ローマ時代の道路、浴場、蜂の巣箱が見つかったほか、ローマ時代のアンカーも海底で見つかった。中世後期まで、 セントポールズ米は旅重なる海賊による襲撃のため放棄されてしまった。地元の民兵はこの地域でいくつかの監視部隊を維持していた。これらの一つであるタタビブファームハウスは現在も存続しており、セントポールズ米で最も古い建物と考えられている。1530年に西洋羽根騎士団が到着した際に、教会の建物についても記されていた。 西洋羽ネ騎士団の統治中に、この地域に、いくつかの要塞が建てられた。これらのうち最初に建てられたのが1610年に、建てられたウィグナコートタワーで、マルタに現存する最古の監視塔である。カウラタワーは1638年に、グランドマスターラスカリスによって建設された。1715年、台場がこれら2つの塔の周りに建てられた一方、 別の二つの台場と要塞がセントポールズベイの海岸線に建てられた。二十世紀にそのうち二つが取り壊されたため、これらの中で今日も残っているのは一つだけである。ワンは1798年6月のフランスのマルタ、新工事の上陸場所の一つだった。マルタ人によるフランス人への反乱後は、グランドハーバーとマルザムシットがフランスの支配下にあったため、セントポールズベイは、 マルタの主要な港となった。19世紀にはセントポールズ米に別荘が建てられるようになった。これらは第二次世界大戦中、イギリス軍によって徴用され、湾は休憩所となった。1943年にイタリアがイギリスに降伏した後、76隻のレジアマリーナがセントポールズ米に停泊した。戦後、この地域はさらに発展し始めた。現在、 この地域には、たくさんの建物が密集しており、人気のエンターテイメントスポットとなっている。ありがとうございます。